です。お願いします。本日はコラボで走るおいチャンネル with ゴリスボさんのおいさんと一緒に撮影を行っております。僕なんですけれども、たまにチームで内野守ることあるんですけども、今まで小中高内野やってきた経験なかったんですよ。どうやってやったらいいのかっていうのも全然分からずに試合とか出てたので、かなりおいさん上手いので、いろいろと聞いていこうかなと思います。このグローブドナイヤが全然まだ柔らかくなったんですけど、ポケットがついていないので、まあ、使ってみてどんどんポケットを作っていくっていう点でもやっていこうかなと思います。自分的な課題はどこですか？守備課題は僕の場合は、まあ、取るところしっかり見てないなっていう、先に体が起きちゃったりだとかっていうのが自分の中で分かってはいるので、やっぱ勘取りが多いっていうのは、まあ、今までのノック動画見ててもあるので、そこをしっかりとボールを見て掴みに行くっていう姿勢を低くしてっていうのが課題かなと思ってます。はい、それではやっていきます。はい、今ですね、撮ってる時に補給をするんですけど、入ったってこう確認するぐらい最後までこういう感じです。入ったっていうのを最後でしっかり確認してから送球に入っていくっていうので、まあ、いつも丁寧には行くんですけど、いつもよりもちょっとこう丁寧さを上げる感じでやってます。よいしょ、入った、こんな感じです。よいしょ、カバー、カバー、オッケー、トゥー、ワンバン、おい、オッケー。意識は入ったって、この意識、トゥー、グローブたくさん持ってるくせにちょっとやったことないらしいんで内野がやっぱそれは甘いんですけど、広井さんの場合、まあ、何球か見てもうちょっとこうしたらいいなっていうのは結構こう焦ることが多い、はい、合わない時にちょっと雑になることが多いんで、合わなかった時にこう粘るっていう意識、はい、それが結構右足で生まれるんですよ。右足ですか？こう広井さんの場合、はい、ゴロ来て合わない時にこうなんか雑に行く感じに見えたんで、そこでグッとここでグッとグッと粘れると粘れる。合わない時にそう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 、そこで若干後ろ体重ぐらいで、そうですね、これで、はい、手を出すんじゃなくてこれをこういう、ああ腰を動かすような、そうです、股関節をこう、そうです、合わない時にこうじゃなくて、合わないこうじゃなくて、合わなかったらみたいな、沈み込んでこうのような、そうすると合わなくても
構粘れると思うんで、はい、それでやっていきましょう。はい、ありがとうございます。取った後の投げる時の、はいはい、あの目線がもう普通にこう立ってない。ああ、うん、なるほど。それ浮くってことですか。取ったこうこの目線だ、普通は、はいはい、浮きすぎは良くないですね、はい、ちょっとは浮くのはいいと思うんですけど、こうクッて上がっちゃうと絶対パワー抜けちゃうんで、はい、投げる方向ファーストにやっぱ矢印を持ってってから投げた方が、まあ、自分の肩弱くてもなんかストライクは行くようにしてるんで、はい、は矢印を持っていく、矢印を持っていくパワーを伝えていくといいと思います、はい、まあ上がりすぎもそうですね。こうじゃなくてやっぱ向こうに投げるんで、はい、矢印を向こうにこう持って。ありがとうございます。3番伸びて両者うざっ粘り。おお、そう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 、いい、あ、いいですね、いいですね。ヘイ、すごい、すごい、それも粘り OK ですよ。あ、それも粘り OK です。はい、周りから見たらやったって思われて取ったら勝ちなんで。はい、よっしゃい、ワンバーン、こいつ来たっしょ、よっしゃー、ヘイです、オッケー。ちょっとあれですね、バタつきすぎかもしれないです。あの10割で動くんじゃなくて、はい、8割ぐらい。あ、10割でいったら衝突しちゃうんで、はい、8あれば2引けるっていう意識。あ、それでもいいと思います。はい、1引く2ってこと。はい、先生、10引く、よっしゃい、よいしょ、ワンバン、よいしょ、お、これは伸びてない、うまくて、あ、いいっす、いいっす、そんぐらいそんぐらい、あ、やべ、ウェットスーツした、ごめん、よいしょい、大切な家族や、よいしょ、住民の命を守るなど、うん、やべ、オッケー、家降り、今のはその2です、8の分の2です、あれが、はい、あれが前突っ込んじゃったら多分引けないじゃないですか。はい、こちらは大谷まで OK です。これ、うん、これ、うん、惜しい、すごい、今行きましたね、今半身じゃない、そうですね、こっちか、うん、あの これがいいかもしれない、うん、そんなに無理に入ってくるんじゃない、そう、落ちて、お、いい、今のいい、今のいい、それ2です、それ2です、OK、それ2です、今のが8分の、あ、8と残すの2です。はい、待って、お、いい、OK、OK、OK、めっちゃいい、 OK、 ナイスやな、OK、 どうですか、グローブの出し方は。ちょっと遅いですね、なんか 固まってる感じがするんで、こうじゃない、この時間が遅いんじゃない。そうですね、でも良平さんの場合は半分ぐらい通過してから出してるんですよ。はい、常に出す意識はもうずっとなんですよ、サードとかに近いんで、出す10、出す意識10割で、そしたら下から絶対使えるんで、はい、そうするとイレギュラー対応できる。あ、けどその辺来てから出そうとすると同時になっちゃうんで、ちょっと跳ねたらこうなっちゃう。余裕持って、そうです、もうバッターが打った時にはもう下に置いとくぐらいの意識、はい、けど起きながらだと走れないんで、はい、置く意識で、うん、あ、まあ、柔らかくして、そう、柔らかくしてもう下からバーンってこの反応で待つ、はい、こうじゃなくて、はい、はい、それでいきましょう。ありがとうございます。分かりやすい、分かりやすいです、分かりやすい、まだ1球目なんですよ、そうです、そうです、いきます、オッケー、オッケー、いいだけ、うまい、おっしゃい、4番めっちゃいい、ありました、これ最後の最後上がったね、取ったけど、はい、ということで、ドッグ教えてくださってありがとうございました、ありがとうございます、今まで僕教わってきたことがなかったんで、まあ内容守ってきたことがなかったんで、はいはい、初めてに近いぐらい教わるのか、はい、まあ、ずっとまあキャッチャーだったりピッチャーであの指導を受けてきたので、はい、まあ皆さんから結構出すポイントとかってずっと言われ続けたんですけど、はい、あそこ直ってなかったっていうのがやっぱり分かって、はいはい、今日かなりうまい大井さんに襲われたので、はい、まあ、今後とも内野守ることもあるので頑張っていこうかなと思います、はい、結構あれですね、一番いい練習になるのはやっぱゴロ捕球で、はい、足の運びと出すポイントがつかめるんで、はい、自分は結構ゴロ捕球あの調整というかや
バッティングでいう素振りはゴルフ呼吸みたいな意識でやってます。なるほどです、はい、ちょっとそれだったら、まあ、どこかの公園とかでカメラとかもできるので、はい、まあ、時間ときてもやっていってもっと上手くなっていこうかなと思います。はい、ということで本日コラボしていただいた走るおいチャンネル with ゴリスポさんのチャンネル、概要欄に貼ってありますので皆さんチェックお願いいたします。お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。よいしょ。皆さんに特に学生さん向けにプチプレゼント企画マジいつの間に、まあ、さらっと話してよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、右手握力だけだるぐらい痺れちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ、あの衝撃吸収。僕もなんか高校の時に他のメーカーまで、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、ね。はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、どっかで暴れてやろうかなと思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい、で期間は、まあ、気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあ、そのインスタでもまあ、そうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.